カテゴリー、高等学校カテゴリー、日本の高等学校カテゴリー、日本の専門学科設置高等学校カテゴリー、日本の工業に関する学科設置高等学校、工業高等学校工業高等学校とは、主に工業や産業についての専門技術や知識を習得することを目的とする高等学校。S とでは、レベル 3C に位置づけられる。競技には、 工業に関する学科を中心に学科が構成されている職業高等学校を指し、講義には工業に関する学科や工業の家庭を設置する高等学校全般を指す。競技の場合には名称に工業が含まれていることが多く、航空高等学校の名称の高校や自動車工業高等学校の名称の高校も過去にあった。最近は名称を高価高等学校や 総合技術高等学校に名称を改めている学校も出てきている地域の産業技術の次世代の担い手になる優位の人材を育成することを主眼にして工業産業の技術習得に関する教育課程を編成している教育活動の対象となる専門分野には様々なものがあり教育課程は各地域特有の産業分野の後継者の育成を 年頭に置いたものも見られる。資格取得や限定取得に熱心な高校が多いのが特徴で、取得した資格や技能は就職活動や将来の制御において大きな糧となる。資格試験においては、令和2年より所定の単位を収めれば、実務経験なしでも卒業後の2級建築士試験を受けられるようになった。この他にも、 電気工事士など実技がある試験では学校に機材が揃っており教員の指導を受けられるため有利である。また授業として測量や電気工事の実習を行うため雇用側にとっては資格を取得しただけのものよりも使いやすいという利点がある。工業高等学校は学区の規制を受けないため学区内に普通高校の理数化がない地域では 理数科の代わりとなっていることがあり、普通科より入学難易レベルの高い高校も存在する。また一部の工業高等学校では、高等専門学校に不合格になった受験生が多く集まる場合もある。これは、高専が工業を中心としたカリキュラムを組むことがほとんどなことから、高専を第一志望、工業高等学校を第二志望にしている。 受験生が多いことに起因し、県内に高専が一校しかない地域や通学が難しい地域では、このような事態が起こる。工業高等学校や工業科を置いている高校のほとんどが、社団法人、全国工業高等学校長協会の会員校となっており、資格取得や各種検定において強い影響力を持っている。各種検定や、 全国製図コンクールロボット競技大会は、全公共会が主催となっているものが多く、危険物取扱者などの試験会場としても利用されている。公立の高校では、原則男女の制限はないが、実際は男子が多く集まることが多いようである。機械や電気分野では、男子が多く集まることが特徴であるが、デザイン系や建築系の学科は、 女子が多数集まる場合もある。私立高校では男子校として募集している高校も多い。学区の規制を受けず、県全域から生徒を集められるため、部活動においても有力な選手を集めることができる。全日本バレーボール高等学校選手権大会においては、宮崎県立宮古の城工業高等学校や、香川県立栄で工業高等学校など、公立校が 上位に入っている。かつての荒れているイメージが保護者にあるため進学に影響している。文部科学省の学校基本調査によれば、工業科の学科数、工業科で学ぶ生徒数及び全高校生に占める比率は次のようになっている。生徒数のグラフの色は、は5年ごと、は、その他の年のデータを示す。表の見方1学年あたりの生徒数は約10万人であり、 大学理系とほぼ同数で工業高専のほぼ10倍に当たる。また工業課閉設校を含めた学校あたりの平均規模は学年あたり生徒数130人となる。大学進学の増加や高校授業料の無償化などにより死亡する生徒は年々減少している。多くの工業高等学校で設置されている学科には次のようなものがある。学科の分類は現行の 高等学校学習指導要領解説の科目分類を参考にした。この他にも様々な学科があるが、詳しくは工業工業に関する学科を参照。特色のある工業科を設置する普通科高校、総合学科のある高等学校職業教育を行う専門学科を主体とし、実践的な専門教育が行われていることから、就職希望の生徒も多く、 技能職として企業への就職を目指す傾向が強かった。しかし、1990年代からは大学や専修学校専門課程へ進学するものも多くなっている。現在は半数以上の生徒が進学している工業高等学校も多く存在する。また就職した場合も大学の夜間課程などへの就学を支援する企業もある。 専門教科に属する科目の授業数が多かったり、数学や理科の発展科目の必修が少ないことから、普通科や理数科に比べて、普通教科に属する科目など、入試対応の科目の授業数が少なく、一般入試による大学受験は不利とされる一方、工業に関する学科などからの推薦入学枠を設けている大学や編入学専攻で、工業専門科目を利用できる、 工業高等専門学校も存在する。伝統のある工業高等学校では、地元企業や大手企業との信用関係があり、原業系社員として就職する場合が多い。また中小企業では、工業に関する学科の卒業者を対象として、求人を行う企業も多く、結果として学校が紹介する就職について、就職希望者の内定率については100%で、 あると自負する高校も多い。そのため、各校では、就職を昔から重視し、面接指導を多く行ったり、進路指導室を積極的に開放したり、マナーや履歴書の書き方講座、小論文対策や採用試験対策などを実施し、少しでも就職に有利に働くようにと、様々な対策を行っている。なお、建築業や町工場などの家業を継ぐために、 特定の資格取得を目的として入学する生徒もいる。そのため家業を継ぐ場合、あるいは家族、親戚が就職している会社や関連会社に生徒が就業する場合、就職という形でカウントしている場合が多い。通常、各校には指定校推薦の定員が用意されており、生徒はこの制度を利用して大学へ進学する。高校側は事校に対して定員を設ける。 要大学側に依頼するなど、大学との関係を強化している。主に私立の理工系大学、総合大学の理学部、工学部、理工学部に指定校推薦枠が存在する。各校では面接試験対策の指導や、小論文対策の指導を重視し、また、志望理由書や履歴書の資格アピール欄などの添削を積極的に行い、 教科学習で良好な成績を収めること、遅刻相対をしないこと、課外活動をはじめとする、校内活動を積極的に取り組むこと、多くの工業関連資格を取得することを奨励し、大学へのアピールを一つでも増やすよう指導している。工業高等学校は、大学の理系分野で、必修の英語、数学、科学、物理学の授業が、普通科に比べて少なく、 そのため推薦入学を希望する場合は、大学入学レベルまでの補完的な勉強を行わねばならない。その一方、日本工業大学のように、工業高校での専門教科や基礎教科の履修等で、高校での取得単位を反映させたカリキュラムを組んでいるところがある。1990年代以降、少子化の影響で指定校推薦に変化が生じており、文系大学や、 文系学部が工業高等学校に対して指定校推薦の定員を設けるようになってきている。また、公立高校と各大学が連携して進学を支援する広大連携や全国工業高等学校長協会による特別推薦による募集もある。ありがとうございます。